けど、東京フロッグキングスっていう名前のチーム名の由来とか。これはまあ僕が決めたっていうか、はい、もうすでに ISL 始まった時に8チームがあっていろんな名前がついてたんですよ。和のネームも考えたんだけど、これってそもそも考えたらこう日本のチームじゃないな、世界中からこう寄せ集めたリーグなんで、選手たちが馴染んでもらえて、なおかつこう見てくれるファンとかにもこう分かりやすい、馴染んでもらえるような名前がいいなっていうところで、うん、この名前をまあ決めさせてもらいましたけれども、はい、文句か。違いますよ。なんだ。いや、緊張してます。なんで決めたんすか、名前にみたいな。その言い方なんだ。違う、そんなつもりないです。え、そんなつもりない。名前変えようか。やめてください。ちょっと素敵なチームです。